今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日はですね、またまたいきなりステーキ行ってまいりましたよ。この前はリブロースの400言ったんですよね。ちょっといい肉なんですけど、今回はワイルドステーキ、一番安いステーキ 400g で2480円という超破格でございます。安いで、ご飯も大盛りで、あの1杯までおかわり無料なんですね。すごいですね、これ。1個に固まってる 400g ってなかなかの見栄えが。で、焼き方はもう初めから多分もう指定できなくてレアになってるんですね。で、もうみるみるこれ焼けていくので、もう早く、これね、余裕かまして撮影してるんですけど、みるみる焼けていくので早く食べないといけないんですよ。それも後に気づいたんですけど、でと言いつつちょびちょび、いただいてるんですけどね、楽しみながらと。まずはレアで、いただきます。もう1個食べるだけでご飯食える食える。もうこれ前リブロースでちょっと油が入ってる感じのやつだったんですけど、ワイルドステーキもじゃあ倍ぐらい高いんですよ。リブロースの方がこれほぼ半額なんですけど、こっち全然美味しいんですけど、これでももうなんかこれからもこっちのワイルドステーキでもう十分やなと思ってたんですけどね。やっぱ赤身のうまさが、やっぱレアで食べるとこの赤身のうまさがやっぱり引き立ってくるっていうんでしょうかね。いや美味しいですね。で、サラダがもう全然足りないので、これどこやったかな、ケンタッキーかなんかでコールスロー買ってきたんですよね。これで野菜にしております。で、まあ一応野菜なのかコーンもついていると。で、これタバスコかな、タバスコつけて食べたいな。これタバスコ結構美味しいですよ。このタバスコ中毒でもあるんですけど、ちょびっとずつ、ちぎりながらというか、細かく、やりながら食べておりますが、あんまりで、ね、大きいとね、喉詰まるんですよね。ということで、ワイルドステーキでございました。やっぱりなんか肉は 300g 以上焼いてくださいって言ってあるのはよくわかる。そのレアで食べられるのがやっぱり、300g 以上で焼かないと真ん中がレアにならないんでしょうね。柔らかくて美味しかったです。いきなりステーキ、またいきなってきたな。ということで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。